こんにちは、レオンチャンネルです。レオンチャンネルの大量買いの時間がやってまいりました。結構いろいろ発売されましたので、モンハン4を横目にたくさん買ってきたんですけど、スーパー戦隊充電器セット03ですね。今回はデカレンとハリケンとガオレンジャーが3つセットになってます。それと恐竜ジャーの充電池ビックラ卵ですね。今回はフィギュアじゃなくて、なんか充電池キーホルダーみたいなのが入ってるそうです。しかも卵じゃなくて充電池の形してるんですよね。あと仮面ライダーガイムグミのオレンジ味です。ちょっともうね、撮影が終わったんで開封しちゃってますけど、オレンジ味も買ってきました。これはサウンドライダーベルト1ですね。2がすごい良かったんで、ディゲードとフォーゼですね。クーガのアークルはもう完売してました。あとダンボール戦記ウォーズの新作のバルダイバーですね。ヒカルのバルスパロスの新型です。この刀がついてる LBX って初ですから、これも楽しみですね。そしてこの袋の中には楽天で買ったリアルチェンジ恐竜ジャー3ですね。ガシャポンの全8種のやつです。なかなか8種類全部揃えるのは難しいので、楽天で1セットのものを買いました。結構ラインナップがすごくって、このガブリボルバーの覚醒前なんていうのもあります。でこれですよ、今回一番大きいのは変形獣ガブティラデカーニバルです。でかいっす。箱が大きいのと、これまさかの定価7140円ですからね。まあ今回5700円で買ったんですけど、でかくて重いっす。まあこんな感じでミニティラ状態からガブティラデカーニバル、ガブリボルバーがあればガブリカーニバルにも合体できるんですね。まあ定価が高いだけあって、今回はこのレジェンド充電池の個別音声にも対応してるそうなので、この辺りも楽しみですね。ちなみに今回買ったの全部合わせると1万2000円ぐらいだったので、いつもの大量買い並みにお金使いましたね。では順次動画をアップしますので、アップしましたら下の説明文リンクに貼っておきます。以上、レオンチャンネルの本日の大量買い動画でした。